いられない。それでも彼女がフォルバキアの治療を拒んだのはお前への報復心を捨てきれなかったからだ。ボスへの報復心、ここに留まるがために彼女は誓った。永遠の沈黙を。だがあの突然変異種が彼女の意志を口にいた。生体に牛を宿している限り何が災いを出すかわからないと。だから出ていった。英語株を発症させないために身を隠し自らを犠牲に。どうだかな、むしろ世界中にばらまくつもりかもしれん。いずれにしろ
この影に隠れて敵をよく見ろ。好機は逃
すまないけど、スナイパーライフルの弾薬がちゃんとバグで手に入らないから補給させてもらう。それと地雷とかで装甲車を倒したら膝殺傷になるのかどうなのか、もうこれ以上やり直したくはない。バグじゃないのか。クワイエット、攻撃しないでくれよ。ここはミサイルランチャーを使った方がいいのか、それかスナイパーライフルを使った方がいいのか、どっちの方がいいのか。レベル7だというのは分かるが、それだとなぜ弾が手に入らないのか。次は何発撃つと決めておけ。撃たないと即死してしまうから、一発からと。武器もそう、これは最初は潜入ミッションの時もクワイエットからもらったミサイルランチャーと、もともと持っていたアサルトライフル、サプレッサー付き、それと麻酔銃、それだけだったのにも、最初はそうだったにもかかわらず、ロケットランチャー、そして殺傷ライフルとグレネードランチャーという風に、さらに兵士も S ランクの、いや S プラスプラスの兵士に甘くしたにもかかわらず、さらに武器の補給を OK にして甘くするとかね。というか、たった一つか、そうか、二つランクが下がっただけだというのに、ヘリを倒すだけでこんなに弾を使って、一発二発で死んだはずなんだ、ヘリは。クワイエット死亡。私は一体何の武器を使えばいいのか。そうか、資源が足りなかったのか。こんなことは初めてだ。初めて資源に困った。
だがなぜ薬草がアンチマテリアルライフルを使うのに必要なのかがわからない。弾は入っていないし、この建物の上によく支給品を出したりするから意地悪してるんじゃないかと思って。敵が近い、隙を見て反撃するんだ。決して華麗なプレーとは言えない。C4 を使って倒したりしていたんだが、クワイエットそこに補給を置いてもまたそこか。戦車がいたら死んでるんだ。まだ来ない。せいぜい2発くらいだな。見てる。本当に2発くらいしか出ない。踊りになるのはやめてほしい。こっちは1発くらったら終わりなんだから、こっちが踊りになることはできない。そもそも スネークリトライを何回もすると、するのとリトライを1回するのとでは違うのか。ボーナスポイントの下がり具合、いや下がるんではなくてボーナスポイントが加算されないのか。正面に敵兵だ。接近を許さ。どうしてこいつを使っても一発食らったら死ぬのだったら、アイシスちゃんかっこキャスカでもよかったかもしれない。物陰に隠れながら撃てるリモコンミサイルやニキータミサイル、ロケットパンチが
ブラストアームがあればどれほど楽か。そういえば探していなかったが、この宮殿の中から戦車を撃ってるスポットはあるのか。この一番上に行くと戦車がすぐにこっちを向いてきてやられてしまう。戦闘をやめてと言ったはず。別に。準備はいいか。というかこの縛りプレイ自体潜入プレイのための縛りなんだから、別にバトルドレス使っても、はあ、そこまで甘くはできないか。許したとしても人が許すかどうかという、人が許しても自分が許すか。そもそもなぜ許さないのかもわからない。存在がいると示してしまったらいいな。面倒くさいがこいつらを
倒さなくてはいけないので、こちらの側、こちら側からハンドガンで。チェックポイントは1つではなくて2つくらい仕掛けたか。最前線ではどんどん人を殺してくれるが、最前線というか拠点の制圧とかめんどくさい時に、ヘリもまあいいや、ゲームの話どうでもいい。そこは私が使っているアンチマテリアルライフと同じものを使っていれば、ガイアスの武器のレベルが取れるから、最新作であるメタルギア5は当然最後にやったメタルギアなんだが、そのうつるま記憶の中では最近再びメタルギアをプレイした中ではクワイエットが一番強いのではないかと。まあそれは確かにビッグマスはそうやって殺してくれるのか。ビッグマスはそんなクワイエットを欺くようなスカウト戦地形を考えて、クワイエットより先に敵を見つけて、クワイエットを見つけて飛び火をするということをやっていたのかもしれないが、そうかもしれないって考えると、やっぱりベノムが強いのかなと。ベノムが一番強いと思うんですか。あと、はぁ、バカで危ない。ミラーが嘘つき、オシャロットもなかなか強い。なぜならがいたわけでも、練習相手がいたのか、いたかもわからんのに CQC がうまい。ああ、ビッグボスに教わったのかね。それでもビッグボスネイキッドスネークとの最後の格闘戦でうまく戦えていたというのも、それもなかなか姿を出します。息子だと言えるけどね。ザ・ボスの息子たち、またよそ見をしてしまった。戦車はいない。戦は死ぬかと思う。戦車が2体いるから
スモーカーの射程に入っていく。あっちが音的に左側に打ったから回り込めていける。戦車の砲塔の向きをカバーをしながら見てやる。そして安全上戦車の周りには敵の兵士はいるのかどうか。このままクワイエットが倒してしまうのではないかと。敵兵がいる。クワイエットに任せた方がいいのかね。こいつは尋問するか。ゆっくりしていたら見つかってしまう。よしよし、クワイエット、今戦車を仕留めてくれ。ここまでやって殺傷になっていたらたまらない。今のところ一番苦労している飯はこれかな。苦労、まあイラつくのはこれが一番というわけだ。敵兵の人か行ってさ、クワイエットが死ぬまであと時間の問題。あとあの戦車一匹だけだと思うが、結局自分で支援を、まあ武器を変える、いや、誤作か。それでもな、見かけと華麗さには いくらでもケチをつけられるから、それに見ていてかっこよくないし、ゲームのプレイじゃなくてゲームのかっこよさを見るというあれもあるから、そう考えると全然これで敵兵が死んでいないといいな。敵兵遊びでクワイエットが倒してくれた。こいつに撃って大丈夫ならこいつに撃っても大丈夫だろう。小さなネタでもないが、使用を言ったら機関砲を撃ってきている装甲車の車線上にロケットランチャーを撃ったら、そのロケットランチャーが迎撃されて自分が爆発してしまったという。
報してくれ。すぐに敵が来る。水も太陽もなしだ。枯れるなよ。暗号で、草原で、凍土で、砂漠で、海上で、空中で、泥中で、湿原で、この地上で行われるありとあらゆる正当位が大好きだ。戦列を並べた歩兵の一斉着水が轟音とともに敵陣を吹き飛ばすのが好きだ。戦車兵の武漢のアハトアハトが敵戦車を蹂躙するのが好きだ。悲鳴を上げて燃え盛る戦車から飛び出してきた敵兵と共に乱歩をした時など胸がすくような気持ちだった。敗北主義の逃亡兵たちを街頭上に吊るし上げて五感のシュマイザーをチューチューした時の金切り声を上げるのも最高だ。スタンスたちが雑多な消火器でけなげにも立ち上がってきたのを私の五感の 4.8 トン流爆弾がああいうことコンパみじんに粉砕した時など絶頂すら覚える。私は地獄のようなセックスを望んでいる。君らは一体何を望んでいる？性欲を持て余す。よろしい、ならばセックスだ。どうだ俺のデカチン。身震いするほどおぞましい。あれが我らが望むべきものだ。静止でダンスを刻む者、狂気と正気を橋渡しする存在だ。元気そうで何より。Thank you.
待機は無理です。ボス、ボスボー、ナハッアーニセッタスミフォー、レイハム、聞き取れない。何と言った？フィッショミッシェ、ナハッアーニタッツ。何を言ってるのかわからない。英語は喋れるか？こちらピーコード、レイハム、レイハム、英語はわかるか？おい、聞こえるか？通信を切る。ボスはここにいる。エイハム、本当か？誰だ？誰が話している？助けに来て、お願い。場所を教えてくれ。言っちゃわかるか？ダメ。離れてる。旋回して8時。了解。誘導してくれ。10時の方向。了解。戻して1時。了解。1時。微調整左。そのまま直進。あと 1.5。 そう、もっと右。もう少し。そう、そっち。あと1マイル。風が来る。微調整右。左、少しだけ。そう、方向を保て、早く。あと 0.5。 ピーコ、見えた。機影を確認。エリハム、こちらも見えた。ピーコ、早く、急いで。君はこんなにおしゃべりとは知らなかった。クワイエット、ボスを助けて。急いでピーコ、お願い。ボス、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 結成を打ちました。クワイエットは、いえ、撤収しましょう。乗ってくれ。
私はクワイエットでいたかったわけではない。言葉を使いたかった。共通の言葉を使って気持ちを伝えたかった。私は復讐のために近づいた。私に与えられた言葉は報復だった。でも私が彼らと共有した言葉は、いや、それは言葉ではなかった。だから私は彼らに感謝の言葉を使い、また静寂に帰るのだ。私はクワイエット。私は言葉ではない。検査結果が出たのか。やはり全身にわたるパラサイトセラピーを施されていた。彼女は火傷した表皮を補い、肺呼吸の代わりに皮膚呼吸で血中酸素を獲得し、さらには失った消化器官の代わりに光合成によって炭水化物を得ている。やったのはスカルフェイスか。他におらん。クワイエットはスカルフェイスによってスネークの暗殺を指示され、スネークが目覚めた病院で逆に火をつけられた。だがスカルフェイスはパラサイトセラピーによってクワイエットを再生、その時英語株にも感染させられた。暗殺が失敗しても
基地に潜り込んで俺たちを滅ぼすため。それが第三の英語株、いやそれこそが最初の唯一人に宿った英語株だった。その後クワイエットは自らの体を焼かれた報復進化スカルフェイスの指示か再びスネークに近づいた。だがいずれにしろ結局は果たせなかった。